はい、どうもこんにちは、ハグエルです。今回も初心者ギタリストのための音楽理論講座、今回取り上げるのはルートです。これルートという概念、これについて覚えていただきたいと思います。ざっくりと内容こんな感じ。 ROOT ルートで、そもそもコードとはルート音の定義で、シャープとかフラットとかメジャーとかマイナーとかセブンスとかとこのルートの関係性についてで、ルート音クイズみたいなのやって、ベース音との関係性みたいなお話しして、でアルペジオのコツで、分数コードについてちょっとお話をするっていう感じでいきます。今回ね、めちゃくちゃわかりやすい安く解説してるつもりするつもりなので、ぜひお付き合いくださいませ。では早速いきましょう。まずこれルートっていう、これね、根っこです。ルート、このスペルなんだけど、ルートってこれ道ではないんですよ。これまあ一応覚えておいて、で日本語ではこのルート音ね、根音とか言われます。根っこの音と書いて根音です。でもまあ別にこれは覚えなくてもいいし、多分今日僕一回も言わないんじゃないかな。まあそんなもんでポイでいいです。はい、でこのルート音、コードの基礎になる音です。なるほど。どれで皆さんコードってなんだか分かってます？これに関してはね、以前コードって何っていうこの動画出しているのでご確認くださいって感じなんですけど、まあここでもちょっと喋ります。コードってのは和音です。和音、この和っていうのはなんだ、これ足し算の答えの和ですね。なので複数の音の集合体、この塊です。なのでピアノの鍵盤とか1個ポーンって弾くのと、ギターのコードを1個ジャーンってやるのが対応するって、そういうわけではありません。例えば今弾いた C コードとか、これってピアノで言うとこのドミソなんですよね。まあこれこうドミソとかドミソドミみたいな、これねなってるんですね。これがドとミとソ3つの音でようやく C っていうコードです。でじゃあ小文字の M がついて C マイナーだったらどうなるか、これはドとミのフラットとソ、これもこういう音になってます。でドファラ、これだとF っていう風になるんだけど、この構成音、この構成してる音、もうこの参加してる音の高さ、これが変わると、まあコードネームが変わるっていうことで、これ逆に言えばね、コードネームってのはどんな音たちの集合体なのかを一言で表したものです。 OK ですか。でまあとりあえずコードに関してはこんな感じなんですけど、それぞれのコードにはね必ずリーダーがいます。まあ現代音楽の難しいやつとかとか一部の例外はあるけど、大体皆さんが普段聴いてるのとか歌物の曲とかにはもう必ずあると言っていいです。でそのリーダーのことをルートと言います。もう一回言うね、このコードの根っこになる部分、これがルートで、このルート、根っこの上に3度とか5度とかの音がこう主要なサブキャラたちがですね、こうやって集まってきて、でそこにセブンスとかナインスとかのまあトッピング、彩り担当が加わって一つのコードになってるっていう感じ。ここまで OK ですか。一旦まあおさらいするね。コードは複数の音の集合体です。ドとかミとかソとかいろいろあります。でそのコードには必ずリーダーがいる。OK かな。じゃあそのリーダーって誰なのっていうお話を次しますね。 C ってコード、さっきドとミとかソがありますって言いました。誰がリーダーやるのか。でこのコードの場合ドです。まあドレミファソラシドだからね、ドがリーダーな気がするよね。でもいや、そういうことではないんだよね。例えば F っていうコード、さっきドとファとラって言いました。これのルートはファ、ファがリーダーになってるわけですね。これはねなかなか最初は意味わかんないかもしれないんですけど、でも実はもっとシンプル、もっと簡単に考えることができて、っていうのもね、このコードネームになってる A とか B とか C とかってそのままドレミに変換することができるんですよ。というのも ABCDEFG っていう、これ英語ね、でドレミファソラシ、これイタリア語、うん、これ普通にイタリア語訳すればいいんですよ、対応してるから。まあここでちょっとごめんなんだけど、いやごめんっていうか俺が謝る必要ねえんだけど、気をつけてほしいのはドレミイコール ABC ではないっていうことね。ちょっとずれます。ドが C です。なのでドレミファソラシドは CDEFGABC になります。これはねもうしょうがない、これはしょうがないから覚えてっていう、ここがすごく重要なので、まあこれは別の動画でもうちょっとちゃんと解説しています。よかったら後で見てねと。でこの部分を理解しておくと、まあ耳コピとかも早くなるので必ずご確認ください。今ここピヨってリンク出しておきます。で概要欄からも飛べるようにしておきます。つまり C っていうコードはドがルートなわけで、つまり C コードのルートは C っていう音なんです。D っていうコードのルートはレ、英語で言うと D ですね。で E っていうコードのルートはミ、英語では E なんです。もう分かりますか。これそろそろルートってのは実はこのコードネームのアルファベットと全く同じ音になります。マジで難しいことも何も考えなくていいです。これがルートです。ドーン。ではここで、はい、4問ぐらいかな、問題を出します。ルートクイズです。第1問、このジャジャン最近気に入ってます。はい、 G コードのルートは何の音でしょう。この G コードのルート何の音ですか。正解はソ
ソです。まあドがシだから、まあ数えていくと分かりますね。ドシーディーエフジーエドレミファソ、そうですね。でもまあこれだんだんと数えなくても分かるようになったら最高です。それでは第2問、 E フラットのルートは何でしょう。これはちょっと難しいかもしれないですね。正解はE フラット2のフラットです。間違えた方は多分 E とかミとか言ったかもしれないですね。多分シャープとかフラットとかその辺が苦手なんじゃないかなと思ってます。ルートはシャープやフラットを含めた音です。こっちの動画でお勉強してください。では第3問、 C マイナーのルートは何でしょうか。いやー難しいかな、どうかな、どうかな。はい、正解は C、ドの音です。ここ間違えた方多分ね、ルートは C マイナーとか言ったかもしれないね。でもね、マイナーかどうかっていうのは、ルートとは関係ないんです。マイナーかどうかは3度の音をどうしているかどうかっていう感じなんだよね。っていう動画をちょっと、これもまた、ごめんね、別の動画にあるので、今ちょっとすっ飛ばします。さあ、じゃあ、最後第4問。C シャープマイナー7のルートは何でしょうか。C シャープマイナー7、このコードのルート音は何。正解は C シャープです。大丈夫ですか。さっきも言いました、シャープは絶対に無視しちゃいけなくて、シャープとかフラットとかは込みで考えないといけない。でマイナーは3度の音のことだから無視で、セブンスは7つ目の音をトッピングしてね、だからルートとは無関係。つまり C シャープマイナー7のルートは C シャープです。どうですか、大丈夫ですか。全問正解した人はなぜか高評価ボタンをくれ。いや、まあ全問正解しなくてもくれ。はい、よろしくお願いします。こんな感じでここまでのルートってのがぼんやり、あーまあはいはいぐらいになってきた方もまあいるんじゃないかなと思います。でもそのルート音って結局どこにあんのって思いますよね。ギター弾いてるとルートを鳴らしてるんですよ。でもどれだか分かんないよね。お答えします。基本的には普通にコード弾いたら今弾いてる音の中で一番低い音がルート音になっています。これもう一回おさらいするとね、今日おさらい多くない？ルート音ってのは、まあ、コードの中に存在します。なので、ドレミファソラシドのルートって何ですかって言われても、そういう意味じゃないの。で、あとは、この曲のルートって何ですかって言われても、いや、そういうことじゃないの。なので、ルートってのは、コード一つ一つに決められてるので、コードが変わればルートは変わるよね。なので、C コードの時は、ドミソの中のドがルートです。F コードは、ファラドのファがルートです。あれ、さっきドがルートだったけど、とか、もうそうじゃなくて、もうこれコードごとにリーダーが変わってるよと。でこのルート音はさっきも言ったように基本的に今そのコードフォームのそのコード鳴らしてるのの一番低い音、つまりそのフォームの中の一番太い弦、一番手前にある弦が鳴らしてるのが基本的にはルート音になります。なので F コードなら6弦の1フレット、 G コードなら6弦の3フレットで、 C コードなら5弦の3フレット、 C セブンスでも5弦の3フレットになります。でここで大事というか、ちょっと気をつけてほしいのが、押さえてる弦の中で一番太い弦ではなくて、鳴らしてる弦の中で一番太い弦になります。つまり A コードであれば5弦です。5弦押さえてないよね、でも鳴らしてるよね。ルートはこの5弦この音になります。で E コードであれば押さえてるのは3、4、5弦だけなんだけど、一番太い弦6弦も鳴らしてるので、この6弦がルート音になっています。これがルート音っていうもので、もうこれね、ギターのコードとか、まあなんかこのルール、こういうのを F コードにしよう、これを A コードにしようって決めた人たち、このフォームを広めた人たちが、もう後輩たちが知識とかなくてもルート音が一番下に来るようにこのフォームで広めておこうって、そういう風に言ってたんです。言ってたかどうか知らないけど、そういう風になってんの。なのでよかったな、みんな、皆さんはルート音とか意識しなくてもギターが弾けるぞ、やったー、ふふーっていう感じなのよ。ってなったらもうなんかこの動画じゃあ俺もう意味ねえじゃんっていうなっちゃうので、こっからちょっとあえてややこしい話をして、なんかこうためになる動画感を出していこうと思うよ。引っ掛け問題を出します。そう、引っ掛け問題、はい、いきます。あるコードを弾いた時にそのコードの中で一番低い音、これのことをなんて言いますか。コードの中で一番低い音、これをなんて言いますか。ドとかレとかじゃなくて、何の音、何音みたいな、こういうかな、わかる、これわかる。正解はベース音。当たり前だよね、そんな一番低い音をね、ベース音って言うよね。で、このベース音、これだけを担当してる専用の楽器がベースって言って、で、それを弾いてる奏者の人をベーシストって言うよね。それは当たり前だよね、みんな知ってますよね。
なんか今不満ある方います？なんかもしかして今ルートオンとか言った人います？へへー、ちげんだよね。でもごめん、ルートオンって言いたくなったよね。そう、ここはねややこしいっていうか、まああえてちょっと引っ掛け問題を出させていただきました。実はルートオンってのはその和音の中のリーダーに当たる音、その構成してる音の中でリーダーで、基本的には一番下にいることが多い。基本的にはってめちゃくちゃ今日言ってたんだけど、ルート音は基本的に一番下にいることが多いんだけどっていうだけで、一番下にいないといけないっていうルールはないんですよ。対してベース音っていうのはそいつの役割がリーダーかどうかでは関係なく、ただ一番低い音ってのを指します。これらを合わせて言うと、基本的にはルート音がベース音になってることが多いけど、その限りではないということが言えるわけですね。いやー、これなかなか難しいですね。そう、普通基本的には一番下にあるから、普段は何も考えなくてもいいのよ。ちなみにここからちょっと派生してちょっと関係ない話なんですけど、アルペジオなんかを弾くとき、このコードが変わるたんびにベース音を最初に弾いておくのをおすすめします。全然右で映ってないけどね、ドンドンって一番低い音をこうベンって弾いておくのをおすすめしますっていう、まあこういうのを話してる専用の動画出てます。で、使いやすいアルペジオパターンを伝授しているっていう動画も出てます。そしてそのパターンを5分間一緒に練習しようぜっていうトレーニング曲も YouTube に上げてますので、よかったらご覧ください。今のとこもう一回言うね、アルペジオの最初はベース音を弾いておくのがおすすめ。ここで言っておきたいのは、ルート音よりもベース音の方がええでっていう、そういうことですね。さあ、どうですか？そろそろ頭こんがらがってはーってなってますか？なってるかもしれない。そんなあなたにちょっとドSを発揮してですね、もう一個だけ難しそうな言葉を浴びせたいと思います。それはですね、分数コード。頭痛くなってきたな。おー、今動画閉じようとしただろ。いや、でも、もうちょっと待って。まあ、分数コードさ、いまいち理解できてないって方も多いじゃないですか。でも、今のあなたには、ほんのこのシンプルな説明だけできっと伝わる。いきます。分数コードとは、ベース音をルート音じゃない音にしたいときに使います。これめちゃくちゃわかりやすくないですか？って、僕がちょっと今なんかドヤ顔してますけど、これ僕がすごいんじゃなくて、あなたの知識が、このベース音とルート音についての知識があるから、今、ああ、なるほどってそれわかったっていうことなんですよ。これすごくないですか？はい、拍手。で、この、ま、分数コードね、例えば C スラッシュ D とか C スラッシュ E とか書いてありますね。分数的に読むんだったら D 分の C とか E 分の C とか、そういう風に書いてあるやつもあります。これ超簡単ですよ。左側がコードで、右側がベース音。超つまりね、ルート音は左側のまま、そのコードのリーダーは左側のままで、右側に一番低い音ベース音を書いたっていうことなのよ。いや、これまあ分数だからさ、この斜めスラッシュだからちょっと分かりにくいかもしれないけど、分数この線を一旦真横にして考えていただくと、 C コードの下にそういうイメージなんすよ。何これ、超簡単じゃない？ウケる。そう、こんなんね、分かりゃ簡単なんですよ。うん、で、こうどうすか、なんかあなたの音楽知識ちょっと増えたよね。で、理論知るって面白くないですか？そう、音楽もっと好きになったでしょ。もうこういう感じや。本日の動画はこの辺で終わりにしておきます。頭がなんかこんがってると思うので、おしまい。はい、このチャンネルでは基本的にはギターの弾き方を解説してることが多いかな。なので、F コードを抑えられない方向けのお話とか、あとコードチェンジが苦手な方はこの辺見てねとか、あとは練習のモチベーションに関わるお話とかは意外としてます。意外と人気です。これ概要欄にリンク貼っておきます。で、それと並行して今回みたいなこの理論系もじわじわ動画でお話ししております。で、今話したこの分数コードについてもっと詳しく話してる動画もあるし、途中でほんと一瞬だけでちょっとさらっと言っちゃったメジャーコードとマイナーコードの話とか、シャープとフラットとか、あと半音と全音とか、あと8分音符と16分音符の話とか、うん、結構ね、わかりやすいと評判いいので、ぜひちょっと気になったやつ見てくれたらなと思います。あとはですね、指板上の音をしっかり見て覚えたいっていう方のために、僕天才的な、はい、これクリアファイルなんですけど、ちょっとグッズを作りました。これ販売してます。で、これ指板上の音を一覧で並んでますの上に、このトップシート別のを乗っけるっていう感じなんですけども、例えばこれとかですね、6弦ルートのバレーコードの形とかが、この形だけあって丸が空いてるんですけど、ここの丸の中に作りたい、じゃあここはなんたらセブンスなんですけど、じゃあ B セブンス作りたいってなったら、ここ丸の中に入れるだけ、 G セブンス作りたいってなったらこれ中に入れるだけみたいな感じで、もう反射して全然見えないかもしれないけどねっていう感じで、メジャーマイナーセブンスマイナーセブンスメジャーセブンスマイナーメジャーセブンスマイナーセブンフラット
5、ディミニッシュなどなどのコードの形が一発で浮かび上がる。あ、こっち5弦ルートのやつはこっちです。みたいな、こういうのを作っております。まあ、これ、ぶっちゃけね、クリアファイルにしたら結構高いんだけど、これによってあなたのコードアレルギーがなくなると思えば、まあ、安いもんじゃないかなと思っております。これ概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。それじゃあね、バイバーイ。